長崎市の市民レクレーション。長崎鶴陽高校では相撲競技が行われ、幼児から小学6年生まで24人が日頃の練習の成果を披露しました。最年少2歳のりのちゃんは取り組み前から涙が止まらず、お姉ちゃんに優しく押し出されちゃいました。幼児の部で注目を浴びたのは双子対決。4歳のれんやくんとあんなちゃん、息ぴったりの2人は手をつくタイミングも全く同じ。勝負は仕切り直しとなります。普段の兄弟喧嘩は勝ったり負けたり五分という2人。この取り組みは妹のあんなちゃんに軍配が上がりました。頑張ります。その2人の普段の練習相手が小学2年生のお兄ちゃん、春也くん。9月の九州大会では初戦で敗れた悔しさをぶつけました。2試合連続で圧勝。兄の貫禄を見せつけ、2年生の部優勝です。相撲選手のプロになることです。大会最重量は3年生で60キロの山崎貞吾くん。好きな食べ物。すき焼き。大好物のすき焼きで培ったたくましい体で相手を寄せつけず、3年生の部を制しました。でも実は相撲は好き？嫌い。なんでやってんの？野球が好きです。こちらも元気もらえますね。相撲人口が今減ってますので、こうやって少しでも相撲楽しいと思ってもらえて、やってくれる子が増えればいいなと思います。はい、笑顔あり涙あり、子どもたちは体育の日の相撲大会を全力で楽しみました。